ビバーロはオペルが販売する LCV である。イギリスではボックスホールビバーロとして販売されている。ルノーではトラフィックとして販売されている。2001年に販売が開始されパネル版、バス、版のモデルが存在する。エンジンはディーゼルエンジンとガソリンエンジンがあり、2種類のホイールベースと2種類の前高のモデルがラインアップされている。オペル及び ボックスホールを参加に有する GM とルノーとの合弁で生産されており、ルノー参加の日産自動車でもプリマスターとして販売されている。イギリスの GMM ルートン及びバルセロナの日産元通ルイベリカで生産される。2014年3月18日に発表。初代と同じくルノーとの共同開発者でルノートラフィックのほか、日産 NV300 も兄弟車に当たる。 ルノーが新開発した1.6リットル自家4、ターボディーゼル、セディティを搭載し、シングルターボとツインターボが選択できる。2017年3月に、グループ PSA が、GM からオペルとボックスホールブランドを買収したことに、伴い、2019年に、シトルエンジャンピー、プジョエキスパート、トヨタプロエースと兄弟車当たるモデルに切り替えられた。また、電動化された、 ビバーロ E が2020年後半に発売される予定。乗用車仕様は、オペルザフィーラライフと呼ばれ、シトロエンスペースツアラー、プジョートラベラー、トヨタプロエースバーソが兄弟車に当たる。ただし、英国では、ボックスホールビバーロライフと呼ばれる。ありがとうございます。